お疲れ様です。よしお PC です。西日がやべーっす。今回の動画はですね、僕が YouTube 動画をやってみようかな、挑戦してみようかなと、真面目なというか、いわゆる YouTube の動画を作ってみようと思い立ってから1年1ヶ月ぐらいなんですけれども、先日めでたくですね、登録者数が500人を超えました。本当にありがとうございます。まあ、僕のチャンネルは基本的にこう、バラエティチックな、すごい面白いことをやったりとか、なんか、大学の論文をですね、科学的にこう、紹介するとか、そういうなんか、役に立つようなことっていうのは全然できていなくてですね、主に僕が、シンセサイザーだったり、機材だったり、まあ、あとは DJ 的なことだったりを、自宅で寝る前とか、ちょっと空いた時間に、こう、コツコツやることを撮影して、で、まあ、動画としてアップさせていただくと。そういうようなことをずっと続けておりました。そんな動画チャンネルなんですけど、まあ、500名の方に登録していただいたっていうことは、本当非常にありがたくてですね、改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。で、まあ、今も、こう、ご存知の通り、アクアラインで僕は今、なんか、千葉の房総半島に住んでいて、まあ、仕事だったり、DJ だったり、まあ、遊びに行く時とか、東京の方に行くんですけれども、このアクアラインを基本的に使ってまして、まあ、さっき言った、機材で音楽遊びするっていうことの別に、まあ、こうやって、どうしても車で1時間ぐらいの移動っていうものが、毎日毎日あるので、その移動時間を何かこう有効活用できないかなっていうことで、たまにドライブレコーダーと固定したスマートフォンをですね、ピッと Siri かなんかに命令してですね、撮影しています。まあ引き続きこのスタンスは変わらないと思うんですけれども、まあ何にしても、1年ぐらい、まあほとんど2日に一遍とか、まあ毎日ぐらい目指して、いろんな動画を作ることをやってみてですね、まあ練習みたいなところもあるんですけれども、全然こう、まだまだ心震えるような素晴らしいコンテンツだったり、まあそういう、まあ音ですかね、テクノとかそういうことに関しても素晴らしいものみたいのが提供できてるかなとは思っていないんですけど、まあこれからも、この、動画大時代というか、どんどん進化していくこの技術の中でですね、楽しみながらやっていけたらいいなとか思っております。まあそれにしても今日はいい天気でですね、9月が終わって、怒涛のごとく9月が終わって、10月もバタバタバタっと、あっという間に過ぎましたね。で、11月の本日は2日なんですけれども、気がつけばもう来月は師走で、年末、寒い言ってたら新生活の春が来て、で、俺の大好きな夏が来ると。まあ、こうやってね、周り巡っていくサイクルの中で、楽しく生きていけたらいいなと思っております。まあ、今回は改めてですけれども、登録者数が500名なんとか、登録いただけて本当に嬉しく励みにもなりますし、まあ引き続き楽しんでいただけたらなと思います。ありがとうございます。じゃあ今回の動画はそんな感じで、お疲れ様でした。バイバイ。